今日は勝てる試合を落としてしまいました。これで前日に続いて2連敗、得点チャンスはありましたが、プレーが全体的に覇気がなくて、新監督のチームの割にひどい出来ですね。今回の試合、一番原因なのが、やはり4の PKA を決められなかったこと、あとは松崎とヒロムの決定機を仕留めきれなかったことですがね、そこが今回の試合は一番だと思います。監督も戦う姿勢を植え付けたいような趣旨のコメントをされていましたが、私は今までほとんど何もやってきませんでしたって言ってるようなものですよ。キャンプから何をやってきたんでしょうか。監督じゃなくても、それはコーチとして選手全員に最低限の原則としてやってもらわないといけないことですよ。コメントを見るたびにがっかりしています。結果が全てです。それで本日の採点こちらです。私も人生経験それなりにあるので言えますが、関係者の皆さん、言われるうちが花ですよ。本当に言われなくなったら終わりです。林は失点シーン、歴代のセンターのキーパーだったら反応してますよ。このシュートは俺のせいじゃねえしみたいな立ち止まった反応っていうのはかなり印象悪いです。学ぶも、私はあなたにキレキレのドリブルを期待しているので、もっとそういったドリブル見たいなと思っています。4はあの PK は絶対に決めないとダメでした。4や松崎やヒロムの決定機に関しては、なんか軽く見えたというか、大事に決めてやろうっていう感じが今回はなかったですね。慎重になってでも、もっとボールを大事にして決めてもらいたかったです。松下も、失点シーンみたいに、あんな甘いディフェンスでは、もう今後は厳しいですね。結果が全てです。今回、非常に強く思ったのが、皆さん言われるうちが花なので、そう言わないで去ってる人も今いるでしょうけども、本当にそこは真剣に考えた方がいいですよ。ベガルタを応援するサポーター、関係者いろいろいますけど、今言われてる批判をもっと大切に受け止めた方がいいです。それでは次の試合も引き続き見ていますので、よろしくお願いします。結果で返してください。